海上自衛隊の潜水艦で何手に気になるのが潜航深度でしょう。今回は、この潜航深度何メートル潜れるのか、詳しく見ていきます。次世代燃料電池も気になるしな、ディーゼルエンジンに代わる水素エンジンかな。水素は、専用タンク内では爆発しません。日本の海上自衛隊では、2023年現在、主要な装備品である艦艇について、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の体制の構築を、国家安全保障戦略に基づく、国家防衛戦略や防衛力整備計画で保持する目標を定めている。これら国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つは、いわゆる安全保障関連の3文書と呼ばれているもので、最新版は、2022年12月に、時の政権によって、閣議決定され、それに基づく調達計画が予算化されている。この中で、哨戒艦とは、昨今の中国による、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島方面への圧力の増加を受けて、新たに追加された、新しい艦種であり、護衛艦より小型で、軽武装で小回りが利き、情報収集や偵察活動に特化したものとなる見込みだ。水上戦闘艦として、従来より存在する護衛艦の方は、2023年度からの防衛予算の引き上げに準じて、数こそ、これまでと同じ54隻ではあるものの、門も、高価で大型なイージス護衛艦は、8隻から10隻へと、造成が確定された。これ以外にも、陸上配備型のイージス・アショアの代替策として、結局艦艇で、その目的を遂行するために、イージスシステム搭載艦2隻が、別途新規に建造されることも確定しており、その意味では、イージス艦は、12隻になるとも言えよう。そして、潜水艦22隻体制であるが、こちらも、昨年2022年3月に、構築に至り、この2023年3月には、最新鋭の太平型2隻、双竜型12隻、親潮型8隻で構成され、練習用潜水艦には、別途親潮型2隻が残されている。日本の潜水艦隊は、かつての旧ソ連陣営とアメリカ側陣営との第二次世界大戦後から、1991年の旧ソ連の崩壊まで、長きにわたって続いた冷戦時期に、旧ソ連の核弾頭を装備した戦略型原子力潜水艦の太平洋への進出抑止を最大の目的としてきた。今も、旧ソ連の後継国家となったロシアに対し、同様な対処が求められてはいるものの、1990年代以降に、国家としての経済的な成長を背景に、海軍力の拡大と大幅な近代化を続ける中国が、近年は日本の最大の仮想敵国となった感はある。日本の海上自衛隊の潜水艦は、その防衛力の要と位置づけられていることから、三菱重工業者と川崎重工業者とが、各年で1隻ずつを交互に建造する体制が維持、継続されており、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界屈指の規模と性能を誇ると見さされている。ただし、これら日本の海上自衛隊の潜水艦は、これまでに海外輸出が行われたことはなく、かつて、オーストラリア海軍が、現行のコリンズ級を代替するコンペに参画したことはあったが、採用が実現されることはなかった。最近では、カナダ海軍が老朽化している、現行のビクトリア級潜水艦の代替を検討しており、韓国や日本の潜水艦建造企業を視察に訪れたとの報道も見られたが、個人的にはこれも受注する可能性は低いと思える。ロシア・ウクライナ戦争の余波で、ヨーロッパのポーランド等への自走砲や、戦車の輸出の特需に沸く韓国にとっては、
それらの現地生産や技術移転にも積極的であることが追い風となっており、潜水艦についても同様の傾向が想定される。日本の場合、今回のカナダ海軍の案件が具体化したとしても、潜水艦の現地生産や技術移転を推奨するとは考えにくいので、オーストラリアの時と同じく、それらを標榜する海外企業に対しては、優位性は低いと思われる。さて、潜水艦の能力を測る上で、大きな指標の一つになると考えられているのは、どのくらいの深さまで潜航して、航行が可能かという潜航深度があるが、海外輸出が行われていない艦艇は、おおむね正確な値は伏せられている。したがって、日本の海上自衛隊の潜水艦は、最新鋭の大鯨型はもちろん、毎級の双竜型も、さらに、毎級の親潮型も、潜航深度については、全く公表されておらず、自国の最大の軍事機密とも言うべき数値になっている。そんな中で、どの程度の潜航深度が推定されているのかといえば、搭載されている主兵装である、89式長魚雷の潜航深度がおよそ900メートルであることや、船体に使用されている NS110 鋼材が、物理的には1000メートルの潜航深度にも耐えることが判明はしている。これらの数値をもって、日本の海上自衛隊の潜水艦は、900メートルに達する潜航深度を確保してると見る向きもなくはないが、少し過剰とも思え、敵である中国側は、そう、竜型の潜航深度を、最大で600メートルほどと予測しているようだ。そんな中、先に少し触れたように、海外輸出を念頭に置いている潜水艦は、調達を検討する国々の目安となるように、大まかな数値を公表しており、例えば、ドイツの209型はおよそ300メートル、214型はおよそ400メートルと、その潜航深度を称している。これを鑑みれば、ドイツの209型、214型よりも排水量、規模が上回る、日本の海上自衛隊の潜水艦は、それらよりも、深く潜航することができる可能性は高く、中国側の見立てのおよそ600メートルという、数値は、かなり妥当な気もしてくる。日本は、四方を、広い海に囲まれた海洋国家という、地理的要因を抱えており、ことに、太平洋は、世界でも、最大の面積を持つ大海であり、その深さは、おおむね3000メートル以上となっているが、それに対応可能な軍用の潜水艦は、世界にも存在しない。これは、潜水艦が、潜航深度を上げようとした場合、その水圧に耐えられる艦艇を建造しようとすれば、NS110 鋼材のような強力な素材を大量に使い、大きく重くするしか方法がないためで、そのような仕様は実用性に乏しい。特に、日本の海上自衛隊の潜水艦は、通常動力型の推進方式を採用しているため、原子力推進の潜水艦よりも、もともと、水中での出力や、それに比例した速度に劣り、潜航深度を稼ぐためだけに、大きく重い艦艇を作る必要性が薄い。兵器としての潜水艦の使用は、実用的な潜航深度で、一定以上の速力を得ることに、比重が置かれているため、一概に潜航深度を向上させることが優れた艦艇となるという、形ではなく、仮想敵に対して優位に立てれば、それ以上は、オーバースペックとなる。そもそも、日本が近年最大の仮想敵国としている、中国海軍との対峙を想定した場合、その主戦場として想定されているのは、太平洋よりも、はるかに水深の浅い、東シナ海や南シナ海であり、従来以上に浅い海域での活動が中心となってきている。では、仮想敵国である中国側がいかなる状況にあるのかといえば、
通常動力型潜水艦の場合、海外輸出を念頭に置いた 039A 型元型潜水艦元の S20 は、潜航深度は自国仕様よりスペックをダウンさせている可能性はあるが、およそ300メートルと公表されている。また、中国も調達を行っているロシア製の通常動力型潜水艦であるキロ級も、その潜航深度はおよそ300メートルほどと見されており、これら通常動力型と原子力推進型の両方を配備している国々でも、そのあたりが平均となっているようだ。では、攻撃型、戦略型ともに原子力推進型しか保有、運用していないアメリカ海軍がどうかといえば、攻撃型のシーウルフ級が最高の潜航深度を誇る艦艇とされおり、その公表された数値はおよそ610メートルと見されている。アメリカ海軍のシーウルフ級は、冷戦時代末期の1980年代に開発が開始された艦級であり、当時の旧ソ連のいかなる原子力潜水艦をも上回ることを目的にしており、静粛性はもちろん、凍結した北極海での運用や攻撃力に重点が置かれた。シーウルフ級は、水上排水量7460トン、水中排水量9150トン、全長 107.6 メートル、全幅 12.0 メートルという巨大な艦隊に、最大で5万2000馬力を発揮する加圧水型原子炉1基を搭載、水中でも速力も35ノット以上と見されている。兵装も通常の 533mm 魚雷発射艦よるはるかに大型の 660mm 魚雷発射艦8門を装備し、ここからマーク48超魚雷やハープーン、トマホークといった巡航ミサイル等を最大で53基分を搭載可能で、高い追戦、対艦、対地攻撃能力を備えていた。しかし、シーウルフ級は、1989年から建造が開始されたものの、そのわずか2年後の1991年に、旧ソ連が崩壊を迎えたことから、その高性能さと高額さが、仇となり、3隻の建造で打ち切られ、性能は、ホテルも、より安価なバージニア級へとシフトされ、今に至っている。